それでいいよな。映画決めた。はい、これ見ましょう。はい、もうこれ見よう。いや、僕ユミだ。おお無条件で。無条件で。なるほどね。ええとこ取りやん。ええとこ取りかわかんないですよね。こんにちは、うんちゃん TV。ええ、うんちゃん。見よう。バカ。はい、ペイミンだ。引く。テンション引く。引く。モーリー見てんだ。まあまああと2回あるから。多いな。じゃあ、今日はね、もう見ていただいてる通りメンバーが一人ねいないですよね。まあ逆にね、もうモーリーと3人での撮影とかもあるぐらいなってるからメンバーがバラバラになったりするんですけど、今日はモーリーなしのこの4人で映画を見てみようかなと思います。今日4人になったのでフルメンバーで見ようと思ってた10選の映画ではなくて違う映画をね見てみようかなと思います。じゃあ今から見る映画のタイトルはスンリホです。スンリホ日本のタイトルはスペーススイーパーズ。ほう、それ日本語のやつなんですか。確かにSF 系。おう、あまあスペース入ってる時点でね、うん、これもこれ見てません。初めて、うん、誰が出るかとかは知ってる。じゃあ今からその映画を見ていきましょう。はい、はい。ヴィンセント。もう名前なってるやん。ピッキャラー日本語があったらちゃんねっこだファイバーカタシコシコだよかわいそうペラちっちゃいブルーハイちゃんクラマリがちゃんもっと上よくらぶぐらいもっとしまがらってもっとハッシー塗りだもんハッシー多分分かった気がする。あれ面白い映画のやつの面白い映画あれめちゃチューしてた人。負けじです。負けじや。せやせやせや。どれだっけな。最後までこれだけやったの。ちょっと悲しいかも。てるやん。おもろいやん。陽気やな。すごいやん。最強やん。おやじか。ちゃんはようやん。
してやった。ホットゲームラブコ。あー、特撮もたけんないし。もうやっちゃがってる、なめこやけさ。人もあるな。あんなにどんどんバラボリか。はい、ありました。はい、ありました。はい、もううんちゃん TV では珍しくド SF めちゃくちゃまあ韓国映画の中でもゴッチ系のまあ残念スペースオペラみたいな映画ってなかなかないんよ。もはやもうこれもうほぼ初かなと思う。今回韓国映画違うんやと思って途中で質問してみよった大きく驚かされた部分とかはなかったけど、うん、娯楽映画として楽しく見れたなと思って結構好き。私も SF そんなめっちゃ好きでめっちゃ見るとかではないんですけど、うん、映画の序盤に地球から宇宙にバーって上がるやつあったじゃないですか。 あれがリアルすぎてめっちゃ近未来すぎてそこでちょっと惹かれましたね。まあ、そっからは全然リアルな世界ではなかったんですけどどうだった？あいぷ結構ね SF は、ね、そうですね、好きで映像めちゃくちゃ綺麗やなって思いましたね。内容自体はまあわりかし分かりやすい感じの見やすかったなっていうのはありましたね。比較的面白かったなと。俺やけどまあ本当に韓国映画では初っていうのはめちゃめちゃ意義はあると思う展開も普通にちゃんとした筋書きがあって見せようとする場面もちゃんと展開があったし、だから何を言いたいかっていうのもしっかり分かったけど、あっとねちょっと面白くなかったシンプルに率直に意図はちゃんと分かってんねん。この映画のこういう場面そういうところをやりたいんだこういうところを見せたいんだっていうのはめっちゃ分かるけど面白くないくてちょっとずつ物足りないさがすごくちょっと伝わってきて、うんっていうあの残念、もっとこれ面白くなるやつなのにちょっと残念。じゃあ、 あの俳優さんやけど、はい、もう見ようねえこれ聞いてテンション上がったから来た、うん姿見れんかった、ね、こんなパターンあるんや、うん、序盤で冗談で顔見れんかったいや、どっちもっとったけどほんまにないっていう、うん、しかもこの女性落ち2回目やんな。あー女子や女子や、うん、これ見たことあると思っていろんな意味でテンション上がった。花子のシーンも見たことあるでしょ。いや面白かった、それは面白かった。ちゃんとやってた、そう来たからなってたし、もうあのシーンとかユエジンさんだからそれを持ってきたかもしれない。ユエジンさんがおらんとあのシーンそこまで面白くないやん、うん、ちなみに最後ユエジンさんが好きかしたいとは見たことあると思った。だったやっぱり分からんかったっすね。あの伊藤は神と共にのあーおかっぱの あとは誰か分かった、ホニーでしたっけなんていうの、テホ、テホね、ヴィンセンチョね、まだ名前わかんやろ、はい、ソンジュンギっていう名前、韓国で本当にスター俳優さん。あとあの女の人わからなかった、船長も分かんなかった。まあ確かにみんなで見たのは一作だけか、ミオは2、3見た、なんかよく見てる。1987の大学生の女の子だよ、ヒロイン。ほう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 、これはもう覚えてないっていう全然ゲームねそう考えたらユエジさんとまた共演してるな、確かに。うんうんうん、あとタイガタイガタイガ顔ちゃんと出た時分かった顔出たらもうちゃんとあれやっぱ鼻が特徴的やから言うのになんか面白かった映画のなんかチューしてた人みたいなマケージって全部覚えてないやん面白かった映画のあれにもなんかマケージって書かずに、あ、多分なんか書いてたよなエクストリームジョブのマケージ、うん、なるほど。ほんでなんか2人ぐらいなんかおもろい書き方ね、書き方ね、うん、エクストリームの単発のボケの人そうですね、僕名前分かんなかったんで、こういう人に面白かったけどエクストリームジョブのパクセルイの髪型の人説明していいか分からなくてじゃあこの映画で好きだったし、もしくは印象に残ってるし、テンション上がったシーンはやっぱりその花札でね、うわタチャやんみたいな、ね、しかもちゃんとタチャやってるし、そうやな、勝ってるしいいねって私は、まあ、ストーリーとかいうよりかは、うん、これもキャラになってしまうんですけど、うん、やっぱドラゴンの母性が出てきてる時、髪の毛洗ってあげようとしたりとかえドラゴンじゃないタイガバカすごいちょっとずつ変えてるこれドラゴンって言ったのには理由があって、あのワンピースのドラゴン見てません
2つに変えてました。やば。いややこれ。カットカット。タイガーね。誰のロゴっていうか、タイガーですよ。いりますもん、今から私の。いるいるいる。いるいる、大事大事。タイガーいたじゃないですか。タイガーが母性湧いてくるシーンで、髪の毛とか洗ってあげたりみたいな。なんか弱いですね、さっき。フェイジンさんの声のバブズが後半むちゃくちゃ宇宙内を飛び回って森かなんかでいろんな船をバンバン倒していくじゃないですか。いや急に最強や。前半その感じなかったし。確かに危ない時ってあったじゃないですか、結構銃でバーって撃たれてたりとか。もう全然倒せてたやん。よかったし。あ、よかったし。が印象的、が印象的、むちゃくちゃかっこよかったんで。あとなんか一番悪いボスみたいないたじゃないですか、新聞記者みたいなやつが後で一人で呼ばれてやれって命令してたのに、そこじゃないですか。あー理不尽と思って、それが本当のお前だって脅迫したけどなは印象に残ってるっすね。あいつやつ全部嫌なシーンみたいなの全部印象に残ってるし、印象に残ってる、印象に残ってるね。俺はけどやっぱり印象に一番残ってるのはもうね、やっぱりタッチャーのシーン、これは本当に俺も驚いたんで、いやそこ持ってくるんや、うまいなと思って。あと俺がまだ見てなかっただけかもしれんけど、勝利後がねあーと言っててミサイルめっちゃ追ってたシーンあったやんか。その時にこれミサイルを勝利する方法としてエンジンにこのミサイルを溶かして爆破させて処理するっていう方法はなんか俺初めて見たんで、あこういう処理の方法もあんねやっていうのは印象に残ってる。わかんで、他にあったか、もともとあったかもしれないけど、私あとは宇宙船が戦闘するために作られたわけじゃなかったやんか。で戦うってなった時に船長が後ろに立ってこう銃を構えて撃ってたやんか。あそうなるんだって思った。なるほどね。じゃあこの映画でちょっと残念だった部分、難しいなこれを言ってしまったら元も子もないよねみたいなのとか途中で娯楽映画として切り替えた部分があったから、切り替える前まではすごい気になるところがいろいろあって、悪役の設定もあんまりはっきりせえへんし、雰囲気で言ってたから終わり方も全員戻ってきたんやっていうのとお金払ってなんか謝罪してこれからは頑張るって言ってみたいな、なあなあな感じで終わるなとかも思ったから、まあ、全体的にちょっとずつ残念なところがあったなっていう感想です。なるほどすごくわかる。なるほど。またどうやった？これも名前自信ないんですけど UST UTS だったかな。UTS の罰則がなんかまあお金払って謝罪してみたいな、いや罰則うっすみたいな女の子いるじゃないですか、少女でコンニムね、コンニム、もう名前言うのよコンジはもしか出てこなかったコンニムが奈良娘ハハハみたいなお笑いのシーンあったじゃないですか、ちょっと面白くなかったですねいらんし面白くはなかったな、だから真顔で見てたと思いますいや俺ちょっと寒気したもんマジでやめてと思ってマジで、それもめっちゃわかる、めっちゃ言ってしまうとダサい内容は薄かったかなみたいな感じで、結構なんかチートが多かったなみたいな、コンニム植物生やせんのと、途中銃弾をシールドしてたじゃないですか、あんなんできるんやったらもうほぼほぼのこと全部クリアできてたやし、バブーズやっぱ強いからもっとね出せばよかったのにとか、あとはまあ結局綺麗に終わったなっていうのと、全部控えてきて、もうチートじゃないですか最後も最後も、ね、あんな遠隔保護みたいなみたいなあの爆発のやつもなんか防げたんじゃない、防げたんじゃないかなみたいな使いどころの条件みたいなのが欲しかったなみたいな、本当全体的にこの映画がやりたいことが多すぎた、 CG も見せたい、こういう場面も見せたい、もう2時間以内にもうやろうとすることが多すぎて全部台無しになったというか、プラス極端に綺麗に持っていってるんだよね。みんなが言ってたそのまあ生きて帰るとかそういうのもあったし、シースが出てないよ
そう、サスとかいろいろやってんのに、チすら一回も出てないぐらい。もや。銃使ってたけど、言えなかったですね。環境単体、あの人たち殺すときに若干こう、うわーだったけど、チとかない。あの弾何作ったか分からんけど、ほんまにいろんな場面で妥協しすぎたなっていう感じがする。こうディティールとかをうまくやったらもっと面白くなるのになっていう、そういう残念さがある映画だったんで。逆に言ったら、甥っ子とか姪っ子とかと一緒に見れそうなぐらいの、ね、映画やね。ちっちゃいこと、うん、じゃあこの映画の点数をつけてみましょう。じゃあミオの点数は、私の点数は 3.4 です。おー、娯楽映画に全振りした見方を、うんうん、で、あ、楽しく見れたなって結果も思えたから、うん、気になるとこは全部捨てた。私は 2.7 です。うん、そもそも SF が好きじゃないが前提で、それをちょっと下回るかなぐらいやったから。なるほどね。結構低い点数になってるかもですけど、うん、まあ、でも映像的には綺麗かったから3点に近い 2.7。 さあ、はい、では、まあ、2.5 です。あ、はい、もう半分みたいな。うん、俺の点数は2点です。うん、もうずっと言ったけど残念です。もうそれしか言うことがない。さあ、うんちゃん TV のすんにほの点数は、せーの、 2.7。 まあでも新しいもん見たなっていう、そういう感覚はある。こっち系のジャンル見たのに韓国語をずっとね聞いたっていう、そういう感覚はまあ珍しいかなと思うんで、まあまあこの後ね、また違う映画見るんやけど、それはまた相談して消えましょうか。はい、はい、じゃあ、イボン4さん、ウヨギカジゴヨ、チョイヌンとタウン4さん、ソーベトルカゲスミダ、ハードゥーセしてよ。全然関係ない話なんやけど、うん、昨日の夜、ついに夢にユヘジンさん出てきた。すごい。マジで、マジで上がってたやん、実はさ。おうおう、夢できた。なんでこれ見て、うわ、できた。すげえ、すごい。